皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなられたたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になったままそうに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の皮膚科と歯医者の、ね、通院のお話でございますけどもね、その昨日の動画ではね、その散々思いの丈をというか、まあ、その不安な思いをね、しゃべりまくったんですけども、まあ、その真相が明らかになった今日は、その昨日の通院の診断結果でございます。まず最初に言ったのがね、皮膚科なんですけどもね、その皮膚科に関しては昨日の動画でもお話ししたんですけども、診察でね、3つの問題をね、先生に聞いてくるというのがね、自分の中でありまして、足の痛みと、麻痺と、それとね、帯状疱疹をこう移してしまうのか、人に移してしまうのかっていうところなんですけども、というこの3つのですね、その最初の2つのね、足の痛みと麻痺についてなんですけどもね、まあ、これまでもそうだったんですけども、今後についてもね、症状に応じて、その足の痛みと麻痺のね、症状に応じて薬を調整して見ていくというしかないですとね、言われて、痛み止めの濃度っていうのをね、調整してもらいました。そして最後の一つのね、帯状疱疹という病気を人に移してしまう状態なのか、まだそんな体のままなんだろうかというところなんですけどもね、これはですね、その帯状疱疹って、そのね、帯状疱疹ウイルスっていうねのがあって、それが原因でなるんですけども、発症するんですけども、これはね、その小さい子供ちゃんがなると水疱瘡になるウイルスと同じなんですよ。なので、その水疱瘡になったことのない子供ちゃんやね、その子供の頃に水疱瘡にならずに大人になってしまった大人にね、こう移ってしまうのかっていうところは、それはね、もうとっくにね、なかったみたいなんですよ。だから、そのもう人に移すような状態じゃなくて、全然接しても全然問題ないですよっていうところだったんです。まあね、こんな状態、こんな時期やからね、まあソーシャルディスタンスをとってちゃんとね、人とは接してますけども、まあ接してるというか、まあそのなんていうんですか、その対象になる人物というのがいとこなんですけどもね、その働きに行ってないんで、そのお客さんとかに触れ合うことってまだできないんで、対象になってるのはそのいとこだけなんですけどもね、ほんで、そのもう移さなくなってる体ですよっていう風な、その瞬間時期っていうのが、その抗ウイルス剤っていうのね、薬があるんですけども、それを飲まなくなった前回かな、前々回かな、その時の通院の頃から、もうね、その症状が落ち着いてきてるんで、帯状疱疹の症状が落ち着いてきてるということで、その抗ウイルス剤を飲まなくて良くなったんですよ。で、そのタイミングでもう人に移ることはなかったみたいなんですね。だからもう2、3週間ぐらいは人に移さないような状態で復活してたわけです。もうそれを知らなくてね、ほんまにもうちょっとね、こう会わなあかんいとこ、会わなあかんって言ったらね、変な言い方ですけど、その頻繁に会うような、そのいとこの子供なんですけどね、そういったコーラをちょっとこう避けなあかん時だったんですよ。時というか、まあその避けてたんですよね。でも、もうその他に抗ウイルス剤の他にね、未だに飲み続けてる薬があるんですけども、まあそれを飲み続けてる理由としては、その帯状疱疹というのから帯状疱疹後神経痛という病気に変わっているからであって、そのまあ薬のすべては、今飲んでる薬のすべては、帯状疱疹後神経痛の痛みに関係する、その効果がある薬を、まあ、痛み止めなんですけども、それをね、もらってるんです。なので、その今後のこの痛みに対してっていうのは、その今もらってる薬、痛み止めの濃度を調整していって、まあ、この痛みとね、どう向き合っていくかっていうのがね、一つの試練としてね、課されてしまいました。まあ、そんな感じが皮膚科でございました。さて、皆さん、お待たせしました。待ってないかもしれないですけども、いよいよ歯医者ですよ。歯医者ね、まあ、昨日の動画でも散々ダダをこねていた歯医者ですわ。もうね、僕のベロの下に突如彗星のごとく現れたプニプニとした謎の突起物ね、粘液嚢胞でございますけどもね、それを先に切除するか、虫歯の治療をするかっていうのを、まあ、先生の独断と偏見がその決断を下すんでございますけどもね、まあね、その粘液嚢胞をね、切除するにはね、ベロにね、麻酔をすると思います。ベロに麻酔をするなんて今までしたこともないし、聞いたこともないんですよ。まあ、予想ではね、ほんまにベロに注射針をブスって刺すんやと思ってるんです。もう怖い、もう麻酔が怖い、もうその注射針が怖いんです。
まあ、注射器をね、この注射器をね、見ても別に怖くないけど、その刺されるのはね、怖いんですよ。まあ、ベロ以外でもね、虫歯の治療の時でもね、麻酔されるから、まあ、今回はどっちにしてもね、まあ、結局は、ね、虫歯の治療するかもしらんしっていうところでね、まあ、麻酔がされるわけですわ。まあ、そんなね、どっちに転んでもね、麻酔をされるという、逃げるに逃げれない、八方ふざかりな状態にね、僕は意を決してね、歯医者にね、挑んできました。待合で待っていたらね、今回はね、女性の研修医さんにね、名前を呼ばれましたね。さあ、戦いのゴングが鳴ったと思って立ち上がったらね、足が少し震えていました。僕の名前を呼び上げたね、研修医さんにね、目線をパッと向けるとですね、片手は腰に手をやり、もう片方の手には軽手を持つといった、その堂々とした立ち振る舞いに圧倒されてですね、ああもう今日絶対切除されるやろうな、この僕のその粘液の方を切り取られるんやろうな、麻酔もされるんやろうなという恐怖でね、頭がいっぱいです。でも奥歯を噛みしめながらね、一歩一歩床を踏みしめてね、研修医さんに連れられて診察台を向かいました。途中ね、その研修医さんが立ち止まってね、こちらに振り返って言ったんですよ。患者さんの確認のためにお誕生日お願いします。通した問いに答える僕の声もね、震えていました。そしていよいよ診察台に着いたら、先生が不敵な意味で待ち構えてるんですよ。ああもう今日絶対や、絶対今日や、絶対今日やわ、今日ベロに麻酔やわ、ああもう終わったというね、まだ何も始まってないのでね、もう試合に負けたかのようなね、敗北感を味わいながらね、挨拶をして診察台に座りました。そしたら先生がね、早速今日のメニューをね、言い放ったんですよ。ヤスさん、今日はね、右上の虫歯の治療しましょうか。強制切除せえへんの？虫歯が先？じゃあさっきの不敵な意味は何なん？まあええわと思いながらね、口を開けてね、あーって開けてね、治療が始まりました。その右上のね、奥歯の虫歯の進行がね、深いところまで行ってるということでね、やっぱりまあ毎回なんですけどもね、今回も最初はね、麻酔から始まりました。で、麻酔してからね、右奥のね、まあ、虫歯をね、削り始めてくれたんですけども、その麻酔がね、その奥歯の歯茎に注射を刺して、注射針を刺して麻酔をしたんじゃなくてですね、このもっと奥の進行蓮というね、その上の奥歯から下の奥歯までそのカーブを描いている箇所って中にあるじゃないですか、あるんですよ、ね、そこに麻酔をされたんです、プスってね。まあ、ここは以前にその左下のね、左下の奥歯の虫歯の治療をした時にも、この歯茎の麻酔だけじゃね、僕効かなくてね、もう痛い痛いって言うて効かなくて、あーって先にまぶってたから、あーもう一本麻酔増やしますわ言うて先生が言ってくれて、まあ、その時はその歯茎に2回と、まあ、それ効かなかったから、その後にそのこっちの左奥歯の進行蓮というところに一回プスっていう刺すっていう戦法でね、やってもらったんですけども、もうすごいですよ、そのここの進行蓮麻酔って。で、この左奥側のね、左側の奥のこの方に麻酔を押したのにですよ、この耳の下の顎の関節あるでしょ、この顎の関節ね、ここの関節から綺麗に顎に沿って唇のこの先までね、ほんで、その顎の関節から今度は上に上がって、このある頬骨の下、頬骨の下に沿ってこう、まあ、なんやかんやで、このね、なんやねん、この上や下やってややこしいんですけども、その頬骨の下を沿って唇の先まで、ここまでね、綺麗にね、麻痺するんですよね。このこっちから全体麻痺してるんですよ、左奥歯の時は。まあ、ざっくり言うとですね、口の奥に麻酔したのに唇まで麻痺してきたってことなんですわ。それが以前の左奥歯のまだ治療がちょっと一時停止してる、一旦停止してる箇所なんですけども、まあ、今回は右奥でもね、同じようにね、この口の中の奥にね、麻酔をしたのに、この左側に麻酔した時と同様に、まあ、この唇の先まで、ちょうどほんまにここまで、真ん中まで麻痺させてたんですよ。ですが、なんと今回はね、この鼻まで麻痺してきたんですよ。だから、ここ上からこう来たんじゃなくて、ここまで来てる？ここまで、鼻のここまで来てたんですよ。特にね、その鼻の穴の中の麻痺がすごくてね、なんかこうね、もう詰まってないのに鼻くそが詰まってるような感じになって、もうなんか気持ち悪くてね、
ほんで口開けて治療してもらってるから口呼吸ができずに鼻呼吸するでしょ。せやけど鼻呼吸したら鼻になんか詰まってるような感じがしてるから鼻呼吸がしづらいんですよ。そのね、空気を吸い込む時も吐き出す時もね、鼻から空気を吸い込む時も吐き出す時もですね、まあ、右の鼻の吸引力と排出力に対して左の吸引力と排出力のバランスがアンバランスだったらね、めっちゃ気持ち悪いんですよ。想像してみてください。気持ち悪いでしょ。もうね、それが気になりだしすぎて、この最初のこの進行練にね、麻酔をしてた時の痛かったこととか、その虫歯の治療をしてもらってるその途中のドリルの振動とかね、痛みとか、また痛くなってきたらどうしようとか、キーンってズキンってきたらどうしようとかっていうのとかが全く気にならなかったんですよ。まあ気持ち悪い。まあ気持ち悪い。その鼻呼吸におけるね、左右の穴のにね、働く力加減のバランスっていうのが悪いことって、こんなに人間を不快にさせるんやなってことがね、分かりましたわ。まあそんな感じでね、鼻呼吸の気持ち悪さに気を取られてるうちにね、虫歯の治療がね、終わってしまいました。他のことに気を取られてたからね、めっちゃ早く感じましたけども、まあ麻酔のおかげでね、治療中は全く痛みを感じることなくでした。まあ、今回の治療っていうのはですね、そのまあ以前から未だに治療中であるその左奥歯のと同様にですね、その虫歯を削ってできた穴ぼこにまあ消毒液を詰め込んでまた蓋をしてって感じやったんですよ。ということはですね、またここはまたこっちの右上は左奥歯とね、同じ左奥下奥歯と同様にですね、治療が途中で止められてる気がしてならないんです、今ね。でもね、こう2箇所もね、そんな感じで治療が進んでいってるってことは、まあ進んでとね、途中で終わって日にち上げてっていう風にして止めてるってことは、でそんなことを考えるとですね、相当な虫歯なんかなーってね、ちょっと思ってきましてね。なんか今回の虫歯でね、その虫歯の治療っていうのが一回弱ることができない理由っていうのが、なんとなくですけども理解できてきたような気がします。まあ、他の病気とかね、まあ、白血病もそうですけど、さらに、まあ、今なってた帯状疱疹もそうなんですけども、その1回の通院でね、その治らないですから、まあ、それと同じ要領なのかなってね、思ってきましたね。とまあそんな感じでね、今回は粘液嚢胞は切除せずに虫歯の治療が行われました。なのでね、粘液嚢胞の切除は次回の予約に持ち越してございます。3週間後の月曜日、今月の最後の月曜日にね、もう予約が入っておりますので、その時にね、やられますわ。先生もね、そのね、それは次の予約でしましょうっていう、そのほんま軽いノリで言ってくるんで、まあその軽いノリ、そんなね、ノリっていうのは、そのまあ僕が感じたイメージなので、イメージのだけであってですね、先生本人は別に軽いノリで言ってるわけじゃないんでしょうけどもね。まあとりあえずは次回の通院まで持ち越しになりました。とそんな感じでね、今日はね、恐怖に怯えながら歯医者に行ったけど、結局虫歯の治療をやって、まあ、その時の麻酔で鼻がおかしくなって虫歯の治療どころじゃなかったというお話でございました。まあね、恐怖に怯えてたんですけどね、まあどちらにしても なんやかんやで治療は進んでるっていうことでした。今回は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。